スーパーマリオメーカーやっていきましょう。パート99ですね。やっていきたいと思います。今回は普通ですね。いやー、ついにパート100目前ですね。何かやろうと思っててね、なかなかできずにいるわけなんですけれども。ちょうどね、引っ越しの時期なんですよ。もうすぐ引っ越しなんでね。ちょっとそういう余裕がない状況にあるんでね、残念なことにね、普通にプレイすることになってしまいましたけど、まあ一応考えてたのは生放送だったんですけどね、まあ引っ越し先でかな、まあパート100の区切りの時にはできなかったけれども、やりますんでね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。よし、じゃあ課長じゃないですか。課長っす。課長さんチーズ。いいっす。多分あれも課長キノコだな。課長キノコ、意味深だな。危ね、落ちかけたぞ今。課長キノコならまだ OK か。課長のキノコにするとちょっとあれだけど、うん、課長キノコなら大丈夫。なんかいろいろ言ってますね。お、ピッチャー交代。これがどもりの子かな、違うのかな、もうほんと分かんなくてね。キャラもののコースが出てきた瞬間詰むんだよね。なんもわかんねえみたいな。これ普通か、結構むずくねえか。上だ。てい。よいしょ。これ乗って、これ乗って、ファイヤー。うわー、くー。はい。何この上にのこの車輪みたいなやつは何なの。何かに乗ってんだろう。なんか変な声聞こえるけど。よし、オッケー。長かったー。普通でも全然長いコースが来るんだね。よし、キノコ。怖いな。宇宙船怖いよね。今みたいなやつが平然とあるからな。オッケー、ゴー。乗ってくぜー。無敵だぜー。やべい。あ、オッケー、まだ大丈夫か。あ、でももうダメですね。乗っていかないとじゃなくて、乗り捨てていかないと。上から行こうか。あ、ダメ、ジャンプしちゃダメじゃん、これ。うわ、しまった。無理だな。え、これ入ったらリセット？ファイヤーはリセットされないのか。もうしょうがない。突っ込むしかないな。うわぁ、積んでんな。これさ、別に入んなくていいんでしょ？思えば。これ大丈夫だよね、入んなくて。そのままゴールできるよね。交代。ほら、いけちゃうじゃん。何のために頑張ってたんだよ。ステージ3。意外と時間取られてるぞ、1、2で。助けて、カメック。そっか、カメックはマジッククッパっつうのか。おうおうおうおお、そうか、クッパファイヤーとかで、お、爆発とかであれするわけね。どんどん広がるわけね。ははははは、やばい、おいおい、埋まってるんだ。ああ、爆発に巻き込まれる。早く落ちてきた。おっぶねえ。ああ、取られる。はっはっはっは。はっはっは。あぶねえ。落ちてきて。あぶねえ。あぶねえ、今死に。ゴールがなくなっちゃってんだよ。うわっ。やべえな、これ。でかくなった。
種食って倒さないとダメなんですよね。取られちゃってるんで、今なくなっちゃってるんで、種食って倒さなきゃいけないんですけどね。あー、やばい、死んだかも。おいおいおい、想像以上に難しいぞこのコース。やべえな、マジ何なんだ。想像以上にむずいぞこれ、本当にやばいぞ。とりあえずクッパ倒さなきゃじゃなくて、カメック倒さなきゃいけないんですよね。来ないかな、ここだって来てくんないのか。早く、あぶねー。オッケー、時間全部こあれを倒さなきゃいけないんですよ。ほら、お前待て、まだか。オッケー、これでどうだ。よし、復活した。よし、オッケー、やっとクリアできた。もう3回も死ぬか、やべえな今回。普通に苦戦してるようじゃ話にならんでしょ。ステージ4、まずいまずい。ステージ8まで行くつもりだったんだけど、メタルメイヘムメタル申し訳ない、全然わかんないっす。あ、そうか。あ、そういうことか。はいはいはい。あの、赤花ちゃんを踏んでいけということですね。こういうの得意よ。こういうの得意。英語はダメだもん。こういうのはダメだもん。爆発に巻き込まれて踏み。うん。なるほど。倒してくれるのか。優秀だな。さすがブラックパック。マリオメーカー界最強と名高い。うわ、結構むずいな。ほっはいよ想像以上に難しいよこれ。おら、オッケー、なるほど。金銀普通のマリオのあれがあるんだね。3種があるんだね。これを打って先に進みますと。いいっすね。これちょっとかわいそうだな。ドン、囚われの赤花ちゃん、なんかかわいそう。あ、くらっ、ブンロブネオブネシ X って書いてあったね。おお、なるほど。 P スイッチ発動。あ、こうか。おら、ハウがドーンっていきまして、スター取りまして、ああの赤コイン取んなきゃダメなのか。あ、取れねえ。はっ。オッケー、乗る。はい。上に補充ポイントがあるんですね。これ乗って。いやー、大丈夫。下の方、ちょっとで減速するけど大丈夫なんだよね。あ、ここは一旦あれっすね。乗り捨てっすね。ね、スターを取り、これは乗り捨てていくしかないのか。これは何だろう。ああ、踏んでいくんだ。はい、ほい、へいよ、ほいよ、ほいよ、ほいよ。はい、テレサまで倒せるっていうのがね、面白いですよね。ここで中間。まだ中間？長えな、今回。すげえ長えな。これなんだろう。かぶれ。じゃあ、あれだ。クッパ倒すんだ。メタルマリオになった。あ、やべ、取れた。あ、あれなんだ。今回は。そうなるんだね、これね。かぶったりすることはできないんだな。あ、初代だったのか。多分初代以外だったら被れる。いや、初代でも被れたよな、確か。あ、これよく見たら左右にあんじゃん。ほら。ほら、被れた被れた。あれか、メタルマリオだから被れないのか。その仕様、知らなかった。これ、そっか。そもそも被るっていう概念がないのか。このメタルとか、ゴールドのマリオたちには。だからかな。
よいしょ、これ意外とその場でやってた方が効率いいんじゃねえかいちいち右に行くまでもないというか、あー、いやでもそれでもやっぱ行った方が早いか、行った方が早いですね。被弾を被弾覚悟で突っ込んでいった方が多分早い。ちゃんと食らってるよね。結構往復する気してるけど、意外と体力ある。今回すげえ時間取られてるんだけど、これ普通だよねもう1本分ぐらいの時間になってると思うんだよな。赤コイン取れませんよねあれ。あー、赤コインがあればここに行ける仕組みになってたんだ。凝ってんなーこのコースも。いいコースだーこれは。長官ご報告いたします。赤城、加賀、両母艦、ミッドウェー沖にて大破。ほう、なかなかやりよ。戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。